とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 Y、YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もね、怨念クエストをソロで行きたいと思います。装備が、遠距離系、最近これハマってるわ。これで行きます。鉄鋼アサルトライフル。まあ、これのね、スキル。バトル中のエモート仕様で、素早さアップなんだけど、ちょっと使いにくいんだよね。でも今日はこっちで行きたいと思います。魔除けの鈴3つ装備してるので、陽気弾系の武器。まああれ、陽気弾系の武器なんだけども、120% ダメージが上がってます。では、行きましょう。ちょっと難しいと思うけども、ごく狙われた Y 学園の頭脳、行ってみるよ。では、行こうか。結局なんて、まあ全員結構きつめだね。結構きつめだけども、ここはフィールドも結構広めだし大丈夫と思う。おお、いいね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 、めちゃくちゃ当たるよ。この遠距離系のちょっと弱点っていうか、あれだね、狙いたいやつを狙えないっていうのがあるけど、もう誰から言ってもいいんだもん。誰から言ったっていいんで。あ、モフモフトルネード。おお、めちゃくちゃ回避した。むちゃくちゃ回避した。ちょっと待って、ギャラクシーは盲目にしてくるからちょっと嫌なんだ。ちょっと待って待って待って、当たってる？当たってないな。ターゲティングがね、若干難しいのよね。あ、やべやべやべ、死ぬ死ぬ。ターゲティングはちょっと難しいけども、これはほんと慣れだもんね。俺まだ慣れてない。よっしゃ。当たってない。うん。こっちのね、やっぱ武器は、弾がちっちゃいからね。弾がちっちゃいから若干当てにくいんだな。まあまあ、その分、数いっぱい出るから、いいんだけど。モマンガスティンガー。まあそういうね、痛い即死攻撃なんかも簡単に避けれるんでいいよね。当たってる？うん、よっしゃ、お前からだ。モモンガレディか、あ、そうかそうかそうか、モモンガーディアン使うから硬いんだな、若干あいつは。ギャラクシーもうちょっとだから先倒したいね。どこいる？いたいたいた。おおお、狙ってる狙ってる。オッケー、倒した。いた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 。ちょっとアイテム回収、まあいいのじゃないけどね。ダイナミック猫エンド見てから回避ができる。しゃあ、遠くからちま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 でもないな、結構痛めの攻撃だぞこれ。はい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 、バックドロップアニャオスも見てから回避ができる。ちょっと待って、モモンガーレディから攻撃。はい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 、危ねえ。避けれるよ。ちょっと待って待って待って、ちゃんと狙って狙っていってよ。はい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 、全然いってるよ。待って待って、ちゃんと狙って。なんかほんとね、あさっての方向に打つことがあるからね、しっかり狙って。いやい、近寄らないでくれ。遠くから攻撃。あ、ちょっと待って、違う違う、お前そっちじゃない。モモンガーレディをちゃんと攻撃するんだよ。よし、いけ、オッケー。しゃあ、倒した。あと一人バフをかけていくぞ。ああ、いいね。この近づかせない感じがね、たまらないよね。当たんないよ、そんなんじゃ。ちょっともうちょっと後ろに下がるよ。ああ、ちょっと。ここら辺か。あ、ちょっと待って。全然違う方向に打ってる。バックドロッパーに合わすぐらいだもんね、遠距離で攻撃するのって。よっしゃ。
こっちもなんかこうチャージ攻撃使っていった方がいいんだろうけど、あれ近距離じゃないと当たらんしな。し意外と隙がでかいんで使いどころがね難しいんだ。そんなダメージもないしな。わざわざ打っていかなくてもいい。しゃあ、おお、いい感じに削れてるよ。一回削り始めると止まらんね。はいはいはい、この距離からこの距離から削っていく。はい、ちょっとバフかける。あれ、ちょっとターゲティングしてないよ。ターゲットしてしっかり、はい、近づいてきたら逃げる。近づいてきたら逃げて攻撃。食べ物もうちょいじゃない？あったあったあった。もう近距離の時はね、もう通常攻撃もすごい痛い感じだったけど、もう全然気にならない、まあ、痛いのに変わりはないのよ。変わりはないんだけども全然気にならないね。しゃー、結構余裕、結構余裕だわ。エイリアンの陰謀ってあれどこで出るんだろうな。あのアイテムの出し方がちょっといまいち分かってないんだよね。あ、でも俺2つぐらいなんか持ってるな。なんでだろう。はい、ということでまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。